ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、結界師について。最初に登場する巨大妖怪ヨキを操る、春日黄泉について紹介するわ。誰それ。わかんない。なんだそのキャラ。紹介状を持って雪村家に来るんだけど、おばあちゃんもよくわかんないみたい。なんだそのキャラ。それじゃ、ゆっくりしていってね。で、春日黄泉って誰だ。わからない。でも、ヨキの手だけを見せて、おばあちゃんを納得させるの。普通に家に上がるわ。怖っ。紹介状も持っているからね。でも、雪村家のセキュリティはまあまだろ。知らない人をあげているからね。昔、酔っ払った女の子がピンポン鳴らして入ってきたけど怖かったわ。勝手にドアを開けてか。タイミング悪くその時だけ開いていたの。逆にこれ、変な異性の家なら怖いだろ。入る方にも勇気いるから、ヨミちゃんナイス根性ね。お父さんの知り合いだって話しかけるし。お父さんの知り合いって言われても困るぜ。とてもにこやかで優しい人だったって言われたら、信用するしかないよね。でも、亡くなった父親の知り合いが突然来たら焦るぜ。困るよねー。友達の家とか大変だったぜ。父親亡くなった後に息子ですって人が出てきたんだ。怖いわね。知らない人はなんだかんだで怖いんだよ。で、ヨミは吉森くんの前にも姿を現すわ。トキネと一緒にお茶に誘うんだよね。そう、ご座を引いてピクニック形式の。吉森、信用しちゃうぜ。緑の上でお茶ってほとんど経験ないけど、誘われたら嬉しいかも。翌日も吉森お茶を飲むんだな。そう、翌日は吉森くんオンリー。でも、お茶には睡眠薬が入っていたの。うわぁ怖ぁ、疑いなかったもんな。トキネの前でお父さんの話をしないでって。吉森は常にトキネをかばうんだな。トキネを大事に思っている証拠ね。で、ややこい話をした後にぐっすりし。ヨミはこんな甘い子が正統後継者なんてって。理不尽さを呪うぜ。そしてヨキを呼んで処分。計画通りの流れ。怖いぜ。でも、そこでトキネが登場。どでかいヨキは怖いけど。ハクビが食べかけられるんだな。怖いわねー。しかもヨシモリくんを人質に。あんたの父親大嫌い。無駄死によ。ってスペシャルコンボだよな。おまけにカラス森の血を乗っ取るって、大騒ぎだよね。でも、夜見の立てた企ては大成功だ。ヨキにこの土地にいるだけで大成功って、ほぼ勝利宣言をしてるのね。雪村家はトキネを潰せば、ババア一人なんて。やっぱり計画的だぜ。でも、ヨシモリが脱出してヨキに戦いを挑むわ。トキネのお父さんは大事なものを守るために戦ったって。無駄死にじゃないって言葉に、トキネもハッとなるぜ。ヨシモリくんを後ろからそっと抱きしめるからね。意外と男はこういうのに弱いのよ。ヨキとの戦いにも気合が入るわ。あいつは無茶でかいけど。でかいわねー。人間サイズの特撮ヒーローが巨大怪獣と戦うみたい。なんだ、この遠い言い回し方。一応、予防策なのか。そう。名前出したらアウトってパターンあるからね。何かとややこしいんだから。とにかく、でかい相手に吉森は戦いを挑むぜ。手のひらで握りつぶされそうな相手にだぜ。ところでヨキって男？女？やっぱり男かな。髪の毛の長さとか顔を見ると一瞬、女だけどな。あやかしの場合、オス、メスと言った方がいいかもな。ま、どっちでもいいんだけど。漫画のお約束であそこは真っ黒ね。本当なら一番真っ先に目に飛び込んでくるな。だから漫画なので仕方ないって。胸ぺったんこだし男かな。まあそういうことにしておこう。吉森の戦いは潔いな。ヨキはカラス森の力も吸収してるからね。強くなりすぎて相方の読みをいらないっていう。出たー、裏切り。いい感じになってきたら相方を切るってお笑いコンビみたいよね。意外とツッコミがボケを捨てるのよね。ツッコミは司会者になるパターンが多いからな。ってことは読みがボケでヨキがツッコミってことか。そうかもしれないわね。トキネちゃん、ヨシモリくんはどっちがボケ？意外とトキネかも。裏切られたヨミちゃん、ちょっとかわいそう。まあ仕方ないけどね。信用しきってたからちょっとショックだぜ。売れなくなったボケが事件起こすようにヨミも荒れるかな。ヨキの方が暴走しそうだけど、荒れてるねー。おおって叫んでいるからな。そしていよいよ裏会の登場だね。あやかしを倒す集団。白道と王道って色がなんか中途半端だけどな。白時だぜ。こういう場合は赤と青だろ。何？その偏見。色は関係ないじゃない。
鉄破などの技で余気を攻撃するわ。むっちゃ強力な技。結構強引に余気を攻め立てるわね。でかい余気に対して半端なしよ。強いんだな裏界の奴らって。技いっぱい持ってるしな。あっという間に余気がやられちゃったね。嘘と演技がうまいってヨミちゃんも捕まえられたし。ま、仕方ないだろ。でも、ヨシモリくんが余気のかけらを捕まえていて、ヨミちゃんに渡すんだよね。爪みたいなゴミだけど。でも、そこから小さな余気が出てくる。さっきと違って小人サイズだね。食べられそう。手のひらの上でもごもごして可愛いよね。小さくて可愛いものってついいじめたくなっちゃう。子猫の耳引っ張ったりか。かわいそうだろう。だから心の中でぐーっとしてるの。今本当にしたらシャレにならないし。心の中で余気を握るんだな。小さすぎてすぐ潰れそう。ぺちゃんこになって壁に貼れそうだわ。軽く引っ張ったらすぐちぎれそう。さっきまであんなにでかかったのにギャップがすごいぜ。でも、小さくなって出てきた時、あそこが黒くなくなっているわ。何もない。いや尻尾が生えているか。もういいだろその話は。でも、あれだけ小さいとポテチ一枚で十分ごちそうよ。コーヒーで泳げちゃう。米も一粒で十分だろ。犬や猫に一瞬で食べられるけどな。で、最後にトキネちゃんが父に感謝しています。っていうの。ヨミちゃんはそうって答えるわ。そうか。何そのどうでもいいって返し方。トキネのやりとりをヨシモリくんは真後ろでしっかり見てるわ。で、トキネに今日はありがとうと言われるんだろ。この時のヨシモリくんいい顔してるわ。ちょっと照れながら勝ち誇った顔。カラオケでいい点出た時の顔か。違うわよ。でもちょっと似てるかな。嬉しいけど照れくさい。92点ってとこか。そこは100点にしてよ。トキネちゃんを安心させて嬉しいの。ヨミを安心させたことでも喜んでいるんじゃないか。男だからいい格好したいんだろう。トキネちゃんに認められた件はプラスになるよね。なので一番安心したのはヨシモリくんかも。心の中でむっちゃ笑っているかもしれないぜ。それじゃ、今回の動画はここまで。ヨミは単発キャラクターとしてはイメージ強かったよね。トキネちゃんもヨシモリくんも甘かったけど。サイドビジネスとかで騙されそうだから心配だぜ。騙されないようにしてほしいわ。動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録などしてくれると嬉しいぜ。ご視聴、ありがとうございました。